ということでマーストリヒトに来ました。イエーイ。去年もねここ来たんですよ。あのマーストリヒト条約っていうあの EU がねできる条約ができたと行きました。今日はねここに泊まって、行くんですけど、まあ今日まあ行きたいとこあるんですが、今ね今年しのレノガールでちょっとやってみたいと思います。今クリスマスなんでね。ということで始まった。今年し今回はねなんかベルつけてんだってね。クリスマスいいね。あとシャイニーが緑がいるってことで。まあ出たらいいなって感じですね。やっぱ旅行中はいろんなとこのその場所の生まれるやつ、その場所ので撮ったよっていうねあの記念になるので嬉しいですよね。それがシャイニーだったら嬉しいんだけど、過去にいろんなとこでねあのいろんな場所でシャイニー狙ってレイドしたりとかしたんですけど、なかなか出ないね。まあ何さんって思い出が残ってればいいかな。今回は鈴ついてるし、それもまたいい思い出かなと思います。そろそろ終わるかな。終わった。 CT っていうか席をなのでシャイニーかどうかだね。 OK。 すげえ星の砂もあった。あ、星の砂イベントか。そっか。では 3,2,1まあいいや。でとりあえずゲットしちゃいましょう。OK、ゲットしたよ。これでマーストリヒトさん。やったーってことでね、じゃあ行きましょう。レッツゴー。去年来た時の世界一美しい本屋さんってやつ、あの去年の動画チェックしてない人はぜひチェックしてみてください。切ったソーセージに
カレーがかかってて美味しいよ。ということで、サンタさんがね、お家にいた。これはホームオブサンタだって。ホームオブサンタいいね、サンタさんいた。サンタさんいた。うん、どうだった？ね、日本だと25日過ぎるともうクリスマスっていうか、もうお正月に向けていく感じですけど、オランダというかヨーロッパはね、もう年越し過ぎるぐらいまでがクリスマスなのでね、もう冬クリスマスイエーイみたいな感じで。ということで、マーストリヒトのクリスマスマーケットでした。この前ハーレムのね、クリスマスマーケットもアップしたんですが、これから明日もクリスマスマーケット行きます。ということで、明日の動画へ行きましょう。切り替えます。おやすみ。